新潟県立長岡高等学校は、新潟県長岡市にある高等学校である。略称は長高。長岡地区の高等学校で唯一、スーパーサイエンスハイスクールに指定されている。校舎の正門は、国の登録有形文化財に登録されている。校舎学校表示1872年創立の長岡洋学校を起源とする。幾多の解消と変遷を経て、 1948年に現在の名称となった。上級学校への進学に対応した授業カリキュラムが編成されており、1時間あたりの授業時間は55分、月曜日と木曜日に至っては7時間授業の実施となっている。中越地域のターミナル域である長岡駅からほど近く、学生が撤廃された現在は、中越地方全域から、 公共交通機関を利用して通学する生徒が多い。もともとは制服のある学校であったが、1972年の制服撤廃宣言を経て、私服校となった。文部領土を志しており、4年生大学への進学率は、国公立大学を中心に、通年で高い。1990年代に理数科が設置されてから、 しばらくの間は最も学校規模の大きかった時期で、1学年普通科10学級と理数科1学級の、計11学級を要しており、教室の不足を補うために、生徒玄関近くに、プレハブ2階建ての教室が設置されていた。1876年12月1日の、長岡学校の開校式に臨んだ、新潟県令長山森テによる、和歌。 長岡中学校の開校を祝って長岡の文の林に生立てる和が木は国の柱とぞなれが第二校歌の歌詞となっている。この校歌は期限が同じ坂の上小学校の校歌文の林に追い立てる若木は国の柱ぞと,とと類似している。2007年度にコース制導入に伴い理数化を2学級設置とし2011年度より 普通科は6学級設置となった。普通科は2年時より、文系、理系に分かれる。新潟県内の医師不足を懸念する、県教育委員会の方針により、理数科では2年時から、メディカルコースと呼ばれる国公立、私立大学の医薬系を目指す専攻コースが、設置されている。理数科のメディカルコースでは、長岡市医師会の全面的協力のもと、 一年時に5回、二年時に3回、医師と看護師による医療講演会を実施しており、一年時の6月から8月には、病院見学会も実施している。同科のサイエンスコースでは、長岡市内に本部を置く、国立長岡技術科学大学と技能連携をし、発展した授業が展開されている。修学旅行は1977年度以降、実施されていない生徒会は、 和道会と称し、校訓の数しかも不動を胸とし活動している。運動部文化武道公会旧制中学校時代の卒業生も含む。ありがとうございます。